藤井聡太二冠は3年連続3回目の王将リーグ入りとなった第71期アルサック杯王将戦主催スポーツ日本新聞社毎日新聞社の2次予選稲葉陽八段藤井聡太二冠戦が8月16日に関西将棋会館で行われました。結果は106手で藤井聡太二冠の勝利。前期陥落してしまった挑戦者決定リーグ戦に即復帰を決めました。振り駒で先手番になった稲葉八段は角換わり早繰り銀を採用しました。6月に行われた順位戦 B 級一組で藤井聡太二冠を破った際には角換わり腰掛け銀を用いていましたが、早繰り銀も稲葉八段の得意戦法です。対する藤井聡太二冠も早繰り銀を採用。戦型は相場や繰り銀になりました。後手番での相場や繰り銀は豊島将之竜王、輝王とのタイトル戦でも2局、王位戦第2局。輝王戦第2局用いている作戦です。中央からの突破を目指す藤井聡太二冠に対し、稲葉八段は飛車を6筋に配置して応戦します。藤井聡太二冠は飛車を8筋から2筋に大展開し、竜を作ることに成功しますが、稲葉八段も相手の玉頭に成銀を作って、難解な終盤戦を迎えました。藤井聡太二冠は8筋にと金を作り、稲葉玉を左右から挟撃します。しかし、この瞬間は稲葉玉は詰めろではありません。このチャンスを稲葉八段は見逃さずに、藤井聡太玉のめがけて反撃していきました。金取りに歩を叩き、その歩を足場にして、角を打ち込んでいった稲葉八段。一気に攻守が逆転します。藤井聡太玉の絶体絶命か。と思われましたが、藤井聡太二冠は妙棒を用意していました。それは、角の大手に対して、一手で逃げられる地点に手がけて、逃げるというもの。この時間差脱出によって、藤井聡太玉の脇気を脱しました。稲葉八段は馬2枚で迫っていきますが、その馬に働きかける藤井聡太二冠の銀打ちが決め手。無理やり馬を1枚盤上から排除するのが膠着そうでした。持ち駒を蓄えた藤井聡太二冠は、いよいよ稲葉玉を寄せに行きます。竜を大手で攻防の地点に引き、稲葉八段の対応を問います。合駒をしても手数が伸びるだけで、勝ち目のない稲葉八段は玉を引きましたが、これは即詰みコース。もちろん、藤井聡太二冠がそれを逃すはずもなく、しっかりと長手数の詰みに打ち取って、勝利を収めました。この勝利で、藤井聡太二冠は3年連続3回目の王将リーグ入りを決めました。前期は3勝3敗の差し分けながら順位の差でリーグ陥落となってしまいましたが、一期で即復帰です。二次予選からリーグ入りできる3枠のうち、2枠はすでに藤井聡太二冠と近藤誠也七段で決まっています。残り1枠は8月26日に行われる、糸谷哲郎八段、八代航七段戦の勝者です。今期も豪華な王将リーグ。参加メンバーは以下の通りです。永瀬拓矢王座、豊島将之竜王、羽生善治九段、広瀬章人八段、藤井聡太二冠。近藤誠也七段糸谷八段から八代七段戦の勝者初防衛目指す藤井聡対王位、全力を尽くして18日は大阪に会場変更して対局初防衛を目指す藤井聡対王位、棋聖=19が挑戦者の豊島将之竜王、輝王=31に2勝1敗とリードした。将棋、岡良良杯第62期王位戦七番勝負第4局が、明日18日午前9時からの2日制で、大阪市関西将棋会館で行われる。本来なら、同じ日程で、佐賀県嬉野市は、田屋別荘での対局が予定されていたが、九州北部地域の大雨のため、16日に日本将棋連盟から会場変更が発表された。16日に関西将棋会館で行われた王将戦2次予選決勝で稲葉陽八段33を下した藤井聡太はその場で、この度九州豪雨で被災された方々にお見舞い申し上げます。この状況では対局場の変更はやむを得ない判断だと思います。変わらず全力を尽くして良い将棋を指せればと思いますとコメントした。また、豊島竜王は17日、同連盟を通じて、豪雨災害で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。対局場所の変更は、大変な準備をしてくださっていただけに、胸が痛いです。対局者の安全を最大限配慮した結果での判断だったとのこと。お気遣い感謝いたします。1日も早く市民の皆様の安心した暮らしが戻りますようお祈りしております。第4局。目の前の局面に集中して良い将棋を指せればと思いますとのコメントを発表した。タイトル戦の内容変更としては、直近。2015年、平27の第64期王将戦七番勝負第5局、3月12、13日。新潟県佐渡市で天候不良により、フェリーが欠航。対局前日の移動ができず、初日午前に移動し、午後1時30分から対局を始めたという例がある。藤井聡太が初防衛まであと1勝とするか、豊島がタイに追いつくか、改めて注目だ。次のオーディオビデオでお会いしましょう。